久保さん今日朝起きたらですねコンサル生から報告いただいてまして過去最高の売り上げですね、えー、334万9000円ですねはいおめでとうございます,す <laughs> まあやったのは人生初の塾をこう販売していく上で、まあ、プロモーションのあの手,手助けというかまあステップメールあとは動画、えー、セールスレター、まあ、全部アドバイスしていったんですけどもまああの 予想,予想通りというか予想よりちょっと上がったって感じですかねなんかあのプロモーション中4048件ぐらいアンケート取れたんですよでコンサル生の人に吉田さんどれぐらい上がりますかねって言われてそうだね僕の経験上だと10名着勤するといいんじゃないかなみたいなそのアンケートの数だとあの10名ぐらいは着勤するんじゃないかっていうで最終的に11名着勤して 334万ということで、よかったですね。うん。だからその、何すか、手持ちの、今、あの、持っているカード、プラスアルファ、そのカードをどう使うかですよね。まあ、そもそもその、その熟コンサル生は、もう、やってたんですよ、いろいろと。だからバックエンドは売ってなかったと。でも、経験はあったんですよ。だ手持ちのカードですね。で、手持ちのカード、だからパイはあるわけですよ。で、そのパイを、 マージャン牌をどう出していくのかって話ですよ。どう切っていくのかっていう。まあ、プロモーションだったらどう出していくのかっていう話なんですけど、やっぱそれが手持ちのカードを持ってることに気づいてなかったりとか、手持ちのカードをどう出していけばいいのかっていうのが分かんない人が多いんですよね。はい。だからそれが分かるようになれば、まあお金は作れる。アクセスも稼げるし、お金も作れるかなって話ですね。手持ちのカードが持ってないっていうことは多分ないんですよ。 何かしらまあもちろんですよ生まれたばっかの赤ちゃんだったらあの持ってますね <laughs> 泣くっていうねそうあのその泣いてるのも可愛くてねあの何すかアクセス稼げたりするでしょうねやり方によっちゃだからその子猫の赤ちゃんとかね犬の赤ちゃんとかもあの結構回ったりするんですけどこうこうなんかこうなんかかいいみたいなね 赤ちゃんでも持ってるんだけど、まあ、それをどう使うかっていうのが結構大事かなと思いますね。まあ、でも多くの人は使い方を知らないので、うん、それは勉強した方がいいですね。いってらっしゃい。